とんちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水。広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら広瀬のじいさんに話があっての、とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか、本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。てねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。小清水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、
わしらもさっき、おやっさんの行きつけを思い出して、スナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより小清水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト。小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。